リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリントです。もうね食べちゃってるんですけれども、ツイッターで見かけて食べている子もいるっていうのでちょっと開けてみたもの、カニカマスライスですね。一応キャットフード完食用っていう感じで、まあ、おやつ代わりにね開けてる方がいて、で物としては下の子がちょいちょいこういう子なんで気にしないでください。ポーチとかの中に入ってて周り外がね見えない状態でこうなんか気配を感じたりとかすると泣いちゃう子なんですよ。もうこれはこういう子なのでご安心ください。怒ってるわけではないです、分かったよ分かったよ、はい、気配を感じると泣きますはい、ってところで、で今ね、ハルとウララが起きてきてたのでちょっと上げてみました。分かったよ、静かにして、ちょっと、別に襲ったりしないんだから。はい、で実際上げてみております。結構美味しそうに食べてますね。分かったよ。ちょっと動画撮ってる時にはうるさいかな。これね、ポーチから顔を見せてあげると落ち着きます。触ると泣きますからね。よいしょ。怒ってないんですよ全然。ほら、はい、こうやって顔が見える状態になるとちょっと泣くのがやみます。だってよ、大丈夫だよ。この子はね、もうこういう性格なので、あと怒ってるわけではなくて、まあ、警戒心が強いっちゃ強いですかね。ちょっとだけ他の子に比べると。でもね、こうやって顔見てあげると落ち着きます。静かになったね。よし、ちょっとこの子たちのカニカマスライス食べてるのを見ていきましょう。多分これ1本で全然足りちゃうと思うんだけど、あ、君これに気づいてないんだね。はい、どうぞ。君は飽きちゃった、もしかして。うらら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 、はい、うららうららちゃん、うらら食べない。あ、パッちゃんが出てきたけど、パッちゃん食べるかしら。パッチ。パッチ、ほれ。カゴの裏に少しだけ1匹入れる隙間があるんですけど、あそこでゆっくり食べるそうです。ちょっとジョーちゃんとハロー、今の夫婦ね、ジコジコ泣いてた奥さんと、旦那さん、白い旦那さんね、にもあげてみようかな。あー、ボロ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 落ちちゃって、よいしょ。その中に入ってるんだけどね。もう一個新しいのいる？君は好みじゃないみたいだね。あっちゃんはあの裏で。食べようとするのが好きなのかな、この子は。これ、あるよ。
よし、ではでは。あ、なんか結構バラバラになるな。いい大きさのがないな。よし、もうなんかひどいことになるな。後で掃除します。そこね、サナちゃんがいるんですけど、セーブシシバナなんで、サナちゃんも、そんな汚いのないの。はいはい、わかったわかった。はい、どうぞ食べる。ん、食べてる食べてる。二人で一本食べてるの。よいしょ。あげてみたことがなかったんですけど、へえ、おやつにいいかも。おやつにいいかもしれないけど、成分的にどうなの？ちょっと出てるやつを通して、魚のすり身だからタンパク質が多めか。脂質は 3.0、 繊維質 0.5。 おー、カロリーもそんなに高いわけじゃないのか。まあ、タンパク質を上げるのにはちょうどいいのかな。まあ、本当おやつって感じかな。ちょっと着色料とかも入ってるからあんまりいっぱいはあげれないかな。うんうん。でもおやつとしての食いつきは良さそうなんで、マシュマロ、まあ、糖分上げすぎてっていう時にはいいのかもしれない。ちょっと試しに私も食べてみます。割と私そういうことするタイプ。揚げてなんか塩味が強いとか大丈夫かなっていうところ。ちょっと甘めだね。カニの甘みというかありますね。ちょっと塩っぽさはあるかな。でも言うほど気になる塩っぽさじゃないかな。美味しいなこれ。人間が食ってはうめえなこれ。もう一切れだけ私も食おう。お前が食うなって話だよ。うん、でもうめえな。うん、美味しいけどやっぱ塩味がちょっとあるから、あんまり揚げすぎには注意ですね。あら、あなた下に落ちてたの引っ張って食べてんの。うん、意外と食べますね。ということで、100均に売ってたこのカニカマスライス揚げてみましたという動画でした。うん、おやつにはいいかもしれない。だってしょっぱいから水バクバクの味噌。うん、こんな感じでこの子たちも美味しそうにバクバクと食べております。福もも飼ってる人でちょっとおやつなんかマシュマロ以外のものないかなってなったら、もしかしたらいいかもしれないです。まあフィッシュスティックとかね、その辺があるので別にわざわざ買わなくてもいいかもしれないですけど、なんか手頃で手に入るものないかなっていう時にはいいかもしれないですね。100均で買えます。カニカマスライス、100均のダイソーですね、買えますので、ぜひとも試してみてもいいんじゃないでしょうか。ということで本日は以上となります。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そしてツイッターのフォローなどですね、各種 SNS、ツイッター、インスタグラム、TikTok やってますので、よかったら見てみてください。それでは以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、ツイッターのフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。